中玉木至る半山児童、タスク橋後は、香港島のビジネス街中間から、骨董街と、英国植民地時代の建築物が立ち並ぶ、リカ勝道を横切り、双方を抜けて、高台の高級住宅地、半山区に至るエスカレーターである。高低差135メートル、全長800メートルを、合計23基のエスカレーターで、約23分かけて乗り継ぐ子の長さは、 世界一の長さと言われている。この施設の建設者及び管理者は香港政府運輸所であり、法的には交通機関という位置づけになっている。もともとは半山区の住民が中間へ通勤や買い物をするための利便を図るために作られたエスカレーターである。それゆえ通常は上り運転であるが朝の通勤時間帯のみ下り運転に運転される。 しかしながら、映画、恋する惑星、ポリスストーリー、香港国際警察などの舞台として登場すると、観光名所として脚光を浴びるようになり、このエスカレーターそのものが旅行ガイドに掲載されるようになっただけでなく、中途にやはり、双方などの観光資源があることから、観光客の利用が多くなっている。エスカレーター沿いは、所狭しと商店や住宅が密集し、 中国に返還されてからも西洋風の街並みが広がり独特の景観を見せている。メキシコ風の店、インド料理店、足つぼマッサージの店、レコード店などが軒を連ねている。ありがとうございます。